JR 東日本によりますと、今月26日から来月6日までのゴールデンウィーク期間中、東北新幹線の指定席は今月11日時点で予約が可能な109万席に対して38万席の予約が入っています。去年の同じ時期に比べて 108% となっています。混雑のピークは青森方面に向かう下りが来月5月3日、東京方面に向かう上りが来月5月5日と見込まれています。今年は新型コロナが5類に移行してから初めてのゴールデンウィークとなり、 JR 東日本は帰省や旅行に伴う需要が回復しているのではないかと分析しています。県内の東北道も下り線の混雑のピークが来月3日、上り線のピークが来月5日と予想されています。